だこれ。たくさん買いすぎて食べきれないのでお届けしました。お読みさよこ。いかがでしょうか。はい、結構です。今日のカットとシャンプーとても気に入っています。営業メールにレス、珍しいな。一旦気に入った美容師は特別な人間なんだ。奥様たちは代わりの人間はいない。今日新しいベッドが届き、ベッドメイクで疲れました。赤の他人にベッドの写真を送るか。普通誘ってんだよそれ。カイトに一目惚れだ。飛行船が赤く空に燃え上がってのどかだった空はあれが最後だったの。お父さん、お母さん変だよ。自分の女房が何やってるか知ってるんですか。あんたの奥さんストーカーなんだよ。もう頼むからがっかりさせんなって。私はカンナの母親ですけどね。母親だけで生きてるわけじゃないのよ。愛と呼ぶにはあまりに危険で切ない二人の結末。誰かの木琴。